アトラスコンピューターは1962年から1971年に稼働した世界初のスーパーコンピュータの一つ。当時は世界で最も高性能なコンピュータとされた。アトラスの稼働が止まるとイギリスが持つ全コンピュータの能力の半分が失われると言われた。ページング方式を使った仮想メモリ機能を搭載した世界初のマシンとして有名であり。 この方式は急速に拡散し、今日では当然なものになった。アトラスは真空管ではなく、電子部品のバイボーラトランジスタを使用した第2世代のコンピュータだった。マンチェスター・ビクトリア大学、フェランテイ、プレッシーが共同でアトラスを開発した。アトラスは他にも2台あり、うち1台はブリティッシュ・ペトロリアムとロンドン大学のために作られ、もう1台は オックスフォード近くのチルトンにあるアトラスコンピュータ研究所に納入された。フェランティはケンブリッジ大学のために改良版を制作した。これはタイタン、またはアトラス2と呼ばれ、メモリ構成が異なり、ケンブリッジ大学コンピュータ研究所が開発したタイムシェアリングシステムに対応した OS が動作した。アトラスには他にも2台あり、1台はケンブリッジのカナダドルセンターに、 もう一台はアルダーマストンにあるイギリス核兵器研究所に納入された。マンチェスター大学のアトラスは1971年に撤去された。カットセンターにあった最後のアトラスは1976年の年末に運用を終えた。チルトンのアトラスの部品がエディンバラにあるスコットランド国立博物館に保存されているほか、2014年7月に発見された。 メインコンソールがオックスフォード近くのチルトンにあるラザフォード・アップルトン研究所に保管されている。1956年はコンピュータの開発でイギリスがアメリカに遅れをとっているとの認識が高まっていた。フェンティの BW ・ポラードは4月にコンピュータのカンファレンスでイギリスには中規模のコンピュータが複数台あり、真に高速なコンピュータは ケンブリッジのエドサックにとマンチェスター・マークにだけしかないが、2台ともアメリカで最も早いマシンより、はるかに遅いと話した。5月にも、科学産業研究省調査会の高速計算機、検討委員会で、同様の懸念が報告された。その頃、マンチェスター大学のトム・キルバーンとそのチームは、トランジスタベースのシステムを試しており、 様々な技術を検証するために2台の小さなマシンを製作していた。この技術が非常に優れていたことは明らかで、キルバーンはトランジスタベースのマシンにどのような機能を装備すべきかについて1956年に購入希望者からの聞き取り調査を開始した。商用利用を予定しているユーザーは様々な周辺機器に対応することを希望する。一方で、 イギリス原子力エネルギー省は1マイクロ秒で1命令を実行できる高速なマシンを希望した。この要求からマイクロセカンドエンジンを意味するミューズの名前が付けられた。数多くの周辺機器をサポートすることと高速に動作するということは相反する要求だった。例えばパンチカードリーダーからデータを読み込むプログラムはリーダーがデータを送信してくるのを待つことに ほとんどの時間を費やす。こうした周辺機器をサポートしつつ、CPU の効率も維持するため、新機種にはデータをバッファリングするための大量のメモリが必要であり、システム上のデータの流れを制御するオペレーティングシステムも必要だった。米国がさらに高速なユニバックラークと IBM ストレッチを開発しているとの情報を得たバーントイ委員会は、 組用技術の民間への転用を検討するイギリス研究開発公社に問題を報告した。18ヶ月間かけて、見込みユーザー、フェンティア EMI の技術者チーム、マンチェスター大学やイギリス国防省レーダー、研究所の設計チームらと会議を重ねた。こうした努力があったにもかかわらず、NDRC からの資金は1958年夏の時点では提供されていなかった。 キルバーンは話を前進させるため、小型のミューズを製作して様々な設計を実験で試してみることにした。マンチェスター大学はマーク1を時間貸しすることによって得られたお金を基金に貯めており、これを原始にして開発が始まった。このプロジェクトが始まって、すぐの1958年10月にフェンティも開発に参加することを決めた。百五十九年に NDRC からシステム開発費用として30万ポンドの資金が提供された。これはシステムが成功したら返却する約束だった。マシンの名前はプロジェクトの途中でアトラスに変更された。詳細設計は1959年末に完成し、コンパイラーの開発が進んでいた。しかしスーパーアバイザーオペレーティングシステムの開発はかなり遅れていた。ペランティが 新たに採用したデビッド・ハワースがチームに参加してプログラマの人数が2人から6人に増えた。パワフルでエネルギッシュなハワーズらが不眠不休の努力を続けた結果、周辺機器の問題を解決するマルチプログラミング機能を搭載したアセンブリ言語で3万5千行のスーパーバイザーが完成した。アトラスの第1号機は1962年にマンチェスター大学に設置された。 フェランティ・マーキュリーの運用が12月末に終了する予定になっており、設置はこれに間に合わせることが求められた。アトラスは予定通りに設置され、12月7日に AEA、e、のディレクターであるジョン・コック・クロフトに正式に引き渡された。このシステムで動作したのは初期バージョンのスーパーバイザーだけで、コンパイラーはオートコードだけしかなかった。1964年1月に、 アルゴル60とフォートランを搭載したスーパーバイザーの最終バージョンがインストールされるまでこの状況は続いた。1号機は1日20時間の運用スケジュールで1960年代中頃まで使われ1000本以上のプログラムが動作した。使用時間はマンチェスター大学とフェランティが共有し、フェランティは1時間500ポンドで顧客企業に使わせた。収益の一部は 大学のコンピュータ収益基金に変換された。もし仮に大学がコンピュータ時間を民間企業から借りていたら、累計で72万ポンドを支払う必要があったと1969年に推計された。このマシンは1971年11月30日に運用を終えた。ペランティは2台のアトラスを販売しており、1台は1963年に ロンドン大学とブリティッシュペトロリアムの合弁企業に、もう一台は1964年12月に、イギリス核エネルギー研究所に納入された。AEA、e、のマシンは、ハーウェルの敷地からわずか数ヤード離れた、チルトンのアトラスコンピュータ研究所に移設され、民有地に設置されて利用しやすくなった。このマシンは拡張され、48ビットで48。 K ワードのコアメモリと32台のテープドライブを搭載する最大のアトラスとなった。コンピュータ時間はイギリスの全大学が占有できた。1974年3月に運用を終了した。フェランティは1962年2月にアトラスマシンのパーツの一部をケンブリッジ大学に提供し、その見返りとして大学はシステムのコストダウン版を開発することになった。 その成果はタイタンとなり1963年夏に稼働した。フェランティはこれをアトラス2の名前で2台販売し、うち1台を1963年にイギリス核兵器研究所に、もう1台を1966年にイギリス政府が支援しているカナダドルセンターに納入した。アルタスはアメリカのラークとストレッチに対抗するコンピュータとして設計された。 いずれもアトラスより先に運用が始まり、ラークは1961年から、ストレッチもアトラスより数ヶ月前から稼働した。アトラスは、ラークより4倍高速で、ストレッチより、若干遅かった。アトラスに追加された、不動小数点演算機は 1.59S で処理、できた一方、ストレッチは同じ仕事を 1.38S から 1.5S で処理できた。 ラークの販売は試みられておらず、ストレッチも最終的に何台製造されたのか明らかではない。1964年に登場した CDC6600 で初めてアトラスが明らかな敗北を起死した。CDC は1959年にミューズの解説を読んだことからインスピレーションを得ており、おかげで開発が大幅に加速して、 当初の予定よりも早く完成したことを後に明らかにした。オーストラリアの科学産業研究所シロは、もともとアトラスを購入する方向で打ち合わせていたが、結果的に CDC が契約を獲得するに至った。フェランティは1960年代初頭に深刻な経営難に直面し、1963年にコンピュータ部門を ICT へ売却した。 ICT はカナダのフランティ・パッカード6000をベースにした構成で中型機である ICT1900 シリーズの販売に注力した。ハードウェアには数多くの斬新な機能があったが運用上を特に重要な機能のみを以下に示す。アトラスはクロックによる動機を使わない非動機プロセッサーであったため、 その処理能力を一言で表すのは難しい。以下に例を示す。エクストラコードはアトラスの機能の一つで複雑な命令をソフトウェアで実装する技術だった。エクストラコードルーチンの呼び出しや戻りとオペランドへのアクセスを専用のハードウェアで処理した。またエクストラコードルーチンはロムに格納されており、コアストアよりもアクセスが早かった。十八ビット機であるオールラズでは、 上位1 0ビットがオペコードだった。最上位ビットが0の命令はハードウェアが直接実行する通常のマシン語命令だった。最上位ビットが1の命令はエクストラコードで固定ストア内にある特別な種類のサブルーチンジャンプとして実装され、呼び出し先アドレスは残りの9ビットにより決まった。最大512個のエクストラコードが実装可能であり、うち、 約250個が実装された。エクストラコードは現代のコンピュータ用語でいうところのソフトウェア、割り込みまたはトラップである。三角関数、対数、平方根などハードウェアで実装すると効率が悪い数学系のサブルーチンが定義されていた。しかしエクストラコードの約半分は OS を処理するスーパーアバイザー関数に使われた。例えば、 指定のストリームから特定の文字を印刷する論理テープ N から512ワードを読み込むなどの指示ができた。エクストラコードはユーザープログラムがスーパーバイザーと通信できる唯一の手段だった。フェランティオニオンなどの当時のイギリスのマシンは OS のサービスを呼び出すのに同様のメカニズムを採用した。アトラスは 今日のソフトウェアに使われている数多くの概念のパイオニアであり、そのうちの一つであるアトラススーパーバイザーは、現代の定義でいうところのオペレーティングシステムの最初の実装であると考えられている。アトラスで最初の高水準言語は、アトラスオートコードでアルゴル60とは同世代の言語であり、主にトニー・ブルッカーがアルゴル60の欠点を解決する目的で開発した。 しかしアトラスはアルゴル60も後にサポートし、フォートラン、コボル、エービールなどもサポートした。数多くの学生が在籍する大学では OS が保護される形でマシンコードによる開発ができる開発環境として支持を得ていた。一部のコンパイラはコンパイラコンパイラで開発されており、このやり方で開発されたコンパイラとしては初期のものと見られている。 SPG というプログラミング言語も搭載していた。SPG で書かれたプログラムは実行時に別のプログラムを動的に生成してコンパイルできた。ユーザー定義マクロ機能があった。変数は山括弧でくくられテキストパーサーを備えており、SPG プログラムのソースコードはバッカスナウアーキ法に似ていた。アトラスは当初から OS をマシンの一部として考えた。 スーパーコンピュータとして設計された。ハードウェアには OS の動作に役立つ特殊な機能が備わっていた。例えば、エクストラコードのルーチンと割り込みルーチンはそれぞれ個別に専用のストレージ、レジスタ、プログラムカウンターが割り当てられていたため、ユーザーモードからエクストラモードやエグゼクティブモードへの、またはエクストラモードからエグゼクティブモードへのコンテキストスイッチは、 非常に高速だった。ありがとうございます。